ブンデス無料放送決定も、オチがワロタと話題に。ドイツブンデスリーガ24、25が11月3日夜7時より、BS 松竹東急、全国無料放送にて無料放送されることが決定した。来たー。ええやん。太っ腹じゃね。今気づいたけど生じゃないのか、わらわら。録画でワロタ、生じゃないと勝ちないぞ。最近は BS1 でも全然やらなくなったからね。大谷で忙しいのはわかるし、録画だろうが他局でやってくれるならそれに越したことはない。今年から VLD のスポンサーになって応援番組も放映してるからサッカーに取り組みたいのかも。ブンデス放送とかいがいつか、せめてきたなぁ、ぜひ頑張ってほしいわ。録画だと放映量安いんだろうなぁ。